ポルーナ・カベサ本人によるポルーナ・カベサの歌声。カルラス・ガルデルは不正室の単語歌手として知られるアルゼンチンの歌手、俳優であり、その人気の絶頂期に飛行機事故で急性したことと相まって現在なお単語界の偶像というにとどまらず、アルゼンチンの国民的英雄としての地位を不動のものにしている。単語という音楽は1870年代から1880年代にかけ、 アルゼンチンのブエノスアイレスでダンス音楽として生まれたとする説が有力視されている。単語はその誕生時から詩をつけられ、歌われてはいたが、詩はあくまでダンスの添え物的存在であり、詩の内容もたわいのないものだったという。そうした状態はガルデルの登場で一変、その美声と表現力によって単語歌手として一世を風靡、後世の単語歌手も皆ガルデルをその目標に、 掲げるほどの大きな影響を残した。ガルデルは歌のみならず、単語の作曲の世界でもなお残している。もともと自分のレパートリーを広げるために始めた作曲だったが、ガルデルの作品は他の単語楽団もこぞって取り上げ、現在でも単語歌手のほとんどが程度の差はあれ、レパートリーにガルデルの作品を加えている。作詞家で、 ガルデルの伴奏ギタリストも務めていたアルフレットレ・ペラとのコンビによる作品が特に有名で、我が懐かしのブエノスアイレスミ、ブエノスアイレスケリード、ボル、ベール・ボルベールなどが代表作とされる。ガルデルの出生地は諸説がある。フランス・トゥールーズ、幼少時にフランスからアルゼンチンに移民したという説、アルゼンチン出生説、ウルグアイのタクアレンボー出生説がある。が、 混乱の前提には、死後の遺産処理にも関わると見られる。よって早くから、ウルグアイタクア連邦を出生ではない事実を作り上げる必要があったと見られ、混乱に及んでいる。少年も1890年以外に1887年説などがある。ただガルデルが死生児として生まれたということのみは、奇妙にもすべての出生説に共通しているようだ。 ガルデルのプロデビューは1911年、そしてその2年後の1913年に民謡歌手、ホセラ・サーノとデュオを組み、このデュオは1925年まで活動を続けた。このデュオで、ガルデルは多くの民謡も歌っているが、1917年に初めて歌ったミ・ノーチェ・トリステ・ミ・ノーチェ・トリステによって本格的な単語歌唱を確立、次第に、 独自の道を歩むことになる。2、ノーチェットリスでは、ラテンアメリカでヒットを記録。ガルデルは、バルセロナ、パリ、ニューヨーク、ウルグアイ、チリ、ブラジル、プエルトリコ、ベネズエラ、コロンビアなど各地に演奏旅行を繰り返し、アルゼンチンに戻ってもすぐに海外に出発する、活躍ぶりに、アルゼンチンでは、偉大なる渡り鳥というニックネームで呼ばれたという。ガルデルは、 歌や作曲ばかりでなく、俳優として映画にも出演。ガルデルが出演する映画の中では彼は必ず歌を披露し、歌のみならずその2枚目的風貌と、相まって全スペイン語圏で、彼の人気は、ますます高まっていくことになる。ガルデルが巻き込まれたメデリン近郊での事故機の機体の、残骸1935年、ガルデルは、ニューヨークでの映画撮影を終え、 アルゼンチンへの帰途に着いた。アルゼンチンにたどり着くまでの道中にあたる南米諸国で映画宣伝を兼ねたコンサートを催しながらコロンビアまでたどり着く。そしてコロンビアのメデリン空港から飛び立とうとしたガルデル一行の乗る飛行機は離陸に失敗、失速して墜落炎上しガルデルらは消失した。アルゼンチンのフットボールチームラシンクラブのサポーターであった。 そのため1928年にラシンクラブの当時のスター選手、ペドロオチョアを称えた、パタズラというサッカーの曲を制作した。ブエノスアイレス地下鉄 B 線にはガルデルを記念したカルロスガルデル駅がコリエンテス通りに存在し、ホームの壁にはガルデルを描いたイラスト類が飾られており、駅の近隣にはカルロスガルデル博物館がある。また、 出生説のあるウルグアイのタクアレンボ、市内にはガルデルの懸賞費が建てられているほか、郊外のバリエーデン村にはカルロスガルデル博物館がある。ありがとうございます。